しなる。でこれをずっと連続で。今週は今泉プロにまた来ていただきました。はい、お願いします。今週は今度インパクトボロンの使い方についてちょっといろいろと聞きたいと思います。はい、インパクトボロンは基本的に前調子って言いまして、全体にビヨーン落としになるっていうようなシャフトが特徴ですかね。はい、バーンは基本的にそうですね、この辺からしなってるっていうイメージなんですけど、まずで、インパクトボロンは、先ほど言ったように全体がしなってるっていう感じに、その違いが気持ちがいいかと思います。バーンは基本的に下の方で一気にしならせるっていうイメージなんですけど、インパクトボロンの方はもう少し上の方でこの辺からじわっと粘ってきて、しっかりこの辺からじわっと粘らせて一気に打っていくっていうようなイメージです。切り返しが強い人にはまず向かないシャフトなので、切り返しがゆったり振れる人にはすごくいいかなと思いますね。はい、バーンは基本的に降りてきたところから一気にしならせて戻ってくるっていうところですけど、インパクトボロンに関してはもう少し上の方からぎゅっとしならせてきて、そのままずっとしならせたまま回復していくっていう、そんなイメージでやっていきます。はい、バーンの時でも使える練習方法なんですけど、基本的に、そうですね、練習場にこういうマットからゴムが生えた練習場もあると思うんですけど、そういうところでしたらこの T に対して構えてバックスイングしたら T を打ってまた戻していってこの T に当てていく。でこれをずっと連続で打っていくんですけど、ずっと同じテンポでこのパチッパチッって音が鳴るように振るというような練習をしてみてください。そうですね、柔らかいシャフト基本的に今一緒なんですけど、フォローで振っていこうとかってするとインパクトで当たり負けするので、基本的にはインパクトまででしっかりと打ってしまうっていうようなイメージは持たれるといいと思います。インパクトボロンは先ほども言ったように切り返した直後ぐらいからじわっとしならせてくるんで、しっかりと切り返してもしならせるイメージは持たず、切り返した後から一気にしならせるイメージを持ってみてください。これはまた練習でこれでバーンそうですね、インパクトボロンは、基本的にはちょっと力が落ちてきたかなっていう男性にはすごくいいと思いますし、もっと飛ばしたいなっていう女性とかシニア層の方に関しては、バーンを使ってみて、このしなりとそのしなり戻りをしっかり使ってですね、しっかり飛ばしていってもらいたいなっていうふうに思います。